泉野公園柴田市、泉野公園陸上競技場柴田市、泉野公園陸上競技場は、新潟県柴田市の泉野公園内にある陸上競技場、球技場としても使用される、愛称グリーンスタジアム柴田。施設は柴田市が所有し、運営管理も柴田市が行っている。1980年5月に旧メインスタンドが竣工その後、 施設は老朽化していたが、2002FIFA ワールドカップの開催地に新潟スタジアムが選ばれたことから、柴田市は周辺町村とともに、域内のスポーツ施設を合宿地として使用できるように競技場も全面改築され、2002年3月に竣工した。メインスタンドは柴田城の三階屋浦を、マラソンゲートは縄文を模してデザインされている。また竣工と同時に、愛称。 グリーンスタジアム柴田が付与された。現在は日本女子サッカーリーグに所属するアルビレックス新潟レディースがホームゲームの一部を開催している。長らく指定管理者として柴田市町づくり新高校舎が運営管理を行っていたが2011年3月をもって同校舎が解散したためそれ以降は柴田市が運営管理を行っている。また競技場を 発着点とするフルマラソンコースが設定されており、高等学校駅伝などで使用されている。ありがとうございます。